あら、赤い電車に牽引されて青い電車が走っておりましたね。というわけで本日は品川の駅中でモーニングを食べたいということで品川駅にやってまいりました。ちょっと聞きたいんですけど、駅の中にエキュートってあります？はい、エキュートを使ってみたいと思ってるんですけど、 JR 使わない場合ってどうしたらいい？入場料がかかりますね。2時間で150円。うん、それはどこ？切符で、はい、IC カードお持ちであれば IC カードタッチで、出るときにまたタッチで出ていただければ自動で精算。なるほど、へえ、ありがとうございます。150円課金しました。お得にモーニングが食べたいよ。ていうかエキュートどこ？あ、なんだこんなポストあるんだね。へー、エキュート発見しましたが、モーニング食べれないのかな。おっと、アップルパイがいっぱい並んでる。話や。お、エキュートあったあった。けどなんだ、お土産デパ地下的なパン屋さんがあるけども、モーニングが食べれそうなお店はないのかね。フード&スイーツ朝からやってんのは、あ、やっぱりこの辺のそこのパン屋さんっていう感じなのか。モーニング食べれないの？ひとときテラス、なんだこれ、ロッカーじゃねえか。パン屋さんが、お、なんかあるぞ。朝ごはん、お寿司、立ち食いか。オープンしてますね。かき揚げ、そば、営業中。モーニングメニューはないですかね。なんか朝しか食べれないものを食べたいんだけども、お、なんか書いてあるぞ。モーニング限定サラダ付き。別にそれはいいや。お、なんだ、今から閉まる店があるんだね。手鍋うどん、まあうどんは美味しそうなんだけど朝のメニューじゃないね。お、朝うどん発見しました。つってもな、なんかあっちもな。スタンド日置、お、朝定食。なんか値段と中身がマッチしてない感じがする。気のせいかな。豚骨は別に食べたくないしね。で、2階もあるのか。1階は今見てきたところぐらいかね。じゃあこの豚汁定食か朝うどんか、あとは立ち食い寿司。以上っていう感じか。あれなんかな。あと、あのアップルパイはアンナミラーズだったのか。アンナミラーズ行ったことないな。こちらのエキュート2階はどうかな。お、あ、蜜の王者。あれ、2階は10時から。じゃあやっぱりモーニングはやってないよね。1階は今見てきたところだね。2階は10時からだから、やっぱりあの中から選ぶしかなさそうだね。なだまん、まいせん、お惣菜だもんね。デリ&お弁当、お稲荷さんがありますな。お、お稲荷さんあったね。
ちらはおにぎりね。あ、なんだ、駅弁屋っていうのがあったぞ。駅弁は何があるのかな。どういうことなんだ。品川の駅弁っていうわけじゃないよね。横浜のシウマイ弁当とせんべいに東京卵なんていうのあったんだ、知らんかったな。はらま、ブラックのひよこちゃんもいるんだ。へえ。芋ようかんはいいね。フィナンシェはいりませんというわけで、課金してるからね。じゃあちょっと移動して諦めて別のところでね、モーニングを体験しようと思いますよ。でもまああんまり移動するとね、結構いい時間だからと思って、またしても新橋に来てしまいました。何これ、すんごいことになってんな、ガチャが。JR 使わないからね、知らないことばっかりだ。お、何、クジャクの窓っていう名前ついてたんだね。出ようと思ったけど、あっちの奥になんかありそうだったので、ちょっと寄ってみた。ん、モーニングじゃないね。モーニングメニューはありそうですか。いやー、ないね。コッペ田島っていうお店があんだね。まあ知らないお店発見できてよかったけどね。やっぱりパン屋さんはやってんだな。お、続々とお店が開きますか。お、わらび餅屋さんはオープンしてた。だし茶漬けは別にモーニングじゃないんだよね。じゃあ今日は汐留駅の方に行ってみようかね。汐留のモーニングはこの中にあるかな。上はディナーだよね。じゃあ 1,2,3 階に向かえば中かな。塩止め、塩グルメ。わかんない。じゃあひとまず 1,2,3 階に行ってみましょう。ここが B2 だったから2つ上がってね。で、レストランが右って書いてある。あれ、また矢印下になっちゃったよ。ラビリンスに迷い込んでしまった。オフィスロビーって書いてあるけど、あ、シャッター閉まってっかね。まだやってないよってことか。スターバックスはやってんのな。で、現在地だから左のあたりにお店があるけど、モーニングの文字はないですね。何この先、11時からになってるよ。でもなんか人いるね。ああ、なんかまだ準備中だな。ここは空いてるんだよね、きっとね。でもモーニングのメニューはないのかな。人がいないからちょっと聞けないな。ランチはあるんだね。パンが置いてあるよ。これがモーニングだよってこと？そういうこと？あ、なんかこのバタートーストが美味しそうに見える、今日は。あ、なにこれ？
北海小豆っていうのを発見しちゃった。やべえ、私買わなきゃいけないやつじゃんか。じゃあこいらで腹をくくって、まずは心惹かれた塩バターパン。いや取れないよこれ、しょうがない、取れそうなところから。しかしこれそのまま乗っけちゃっていいのかい。ベッタベッタなんだけど、他にお皿とかないもんね。このクロワッサンもそうかな、怒られないかな。お願いします。はい。ハネで召し上がりですか。はい。はい、ありがとうございます。じゃあハニートーストが1点と北海道小豆が1点ですね。この点でお会計が520円でございます。はい。4点使えますか。はい。じゃあマコロ読み取らせていただきます。はい。はい、ただいます。レシートの私です。どういたしますか。さあ、お待ちください。はい。え、何を用意するんだ。お皿に乗せて、袋に入れて、はい、お待たせしました。おしぼりを入れて。ありがとうございます。お水は発見したけれども、カップがないんだけれども。あ、これか。ありました。で、あれ、置けないよ。ここに入れろっていうことか。いや下濡れちゃうもんね。でこれいつもさ逆に開けちゃうんだよね。あーやっと出たよ。さてどこに座ろうかね。外のお席も使えるのかしらね。でもまあ暑いからご遠慮しておきますっていう感じ。何これ、フランス料理をお得に楽しむ24日間？マジか。なんだ、レストランがあんのか？ランチとか書かれてるもんね。え、気になるな。ずいぶん料金帯が近くないですか？ここで食べるのか？はい、気になった塩バタートーストに小倉クロワッサン？甘いのばっかになっちゃったな、またな。ではお水でジャスティース。ああ喉渇いてたからね、一気に飲んじゃった。プリね、まだ何も食べてねえからな。はい、無事おかわり完了しました。ではおしぼりで手を拭いてベッタベタになるもんね。みんなこれどうやって食べてるんだ。しょうがない、誰も食べてなかったから手づかみでいきます。なんかカリカリなんだよね。なんかもっとしっとりふわふわしてるかと思ったけど別にそうでもなかった。普通の食パンっていう感じ。なんか無心で平らげてしまったけれども、いやなんか胃がもたれた。ビニールに入れてもらえてよかったな。これはお家に持って帰ることができるもんな。軽減税率適用されませんでしたね、残念。じゃあそろそろ帰るか、カップとかそのままでいいかな。ごちそうさまでした。あ、なにこれ、こんなところにモーニングメニューあったんじゃん。あれ、コーヒーがおかわりできんの。それがよかったな。じゃあ帰りは来たところとは違うところから入るとすっかね。なんだろうねここ、私のランウェイみたいな作りになってるけど、なんだか歴史がありそうな建物にも見えるしな。鉄道と制服、入場無料、光っちゃってなんだか見えないけど、なんか展示場なのかい。じゃあ入場無料だから
ちょっと寄ってみるか。撮影できっかな。安全な建物ご存知ですか？いいえ、知りません。おっと、やっぱりな。撮影できません。まあそりゃそうよね。じゃあしゃあない、帰るか。何これ、ポルシェ、車が置いてあるもんね。レーシングシミュレーター無料体験実施中、お気軽にお立ち寄りください。マジですか？こんな小娘が、いや子ババアが立ち寄っても大丈夫ですか？いやん、アウェー感、ちょっと緊張する。挙動ってる。どうしましょうか。レーシングシミュレーター無料体験とか書かれてたんですけど、あ、これなのですね。ちょっとやってみてもいいですか？はい、ハンドル取れるんだ。動いたよ。お邪魔します。アクセルとブレーキは使うけど、クラッチは使いません。ブレーキはちょっと固めになってるそうです。現在地がここで確認できます。外周をぐるぐると4周回るコースを体験させてくれました。だんだん慣れてきて、タイマーが早くなってきたよってお兄さんが褒めてくれました。惚れてまうやろ。そうか、プロの人はこれをお家に買って家で練習するんだね。で、外をぐるぐる回るだけのコースじゃないから結構汗だくになるスポーツだそうですよ。へー、初めての体験させていただきまして。へー、なるほどですね。はい、ありがとうございました。なんかあっちがさ、カフェっぽくなってんだよね。気になるな。ちゅうわけで、人生初ポルシェ試乗体験でございました。あ、なにこれ、内装がすげーかわいいんだけど、上にポルシェがぶら下がっている。あれ、やっぱりなんかメニューとか書かれてるよね。レストランなの？ディナーだって。体験したいな。じゃあ今度はポルシェに乗ってる彼氏と一緒に来ます。以上、品川で朝活モーニング体験したい編でございました。